今回 Amazon で見つけた2000円台のこちらのホールディングナイフを紹介します。名前がよく読めないんですが、フリーサホールディングナイフアクシスロック水色です。 4.5 インチホールディングポケットナイフ。箱の中にこちらのチラシが入っていたので、ワークプロの会社が作ってるみたいです。で、もうこちらはもう完全にベンチメイドの大ヒットナイフバグアウトとそっくりナイフ。ロックはクロスバーロック、ビスの位置も大体同じ、少しだけ穴の形が違うぐらい。本当にそっくりナイフ。重さも軽くて 55.9g。 動きも軽快です。サムスタッドで開いてクロスバーロックで閉じることが可能。こちらが本家のベンチメイドのバグアウト。比べてみますと、このような感じ。ブレード形状が若干違います。バグアウトも普通のドロップポイントに比べてベリーが浅いです。バグアウトはちょっと普通のナイフに比べて、こちらのナイフはもうベリーが浅くて使いやすい形状。ベリーが浅いのでこういう動きが得意。この辺のスウェッジも違います。ハーフセレーション付き。ベリーが浅い。ライナーもここしか入ってない。バグアウトとほぼ同じ構造。ポケットクリップはディープ型で、薄くてちょっと緩い感じがするポケットクリップ。ハンドル材はなんかプラスチックな感じです。高級感はないんですが、まあ、問題ないぐらいなハンドル材。ポケットクリップが若干緩いかなっていう感じ。で、こちらがクロスバーロック。人差し指だけで解除できるぐらいな感じです。本家のバグアウトよりも使いやすそうなこのブレード形状。使用している鋼材は AUS8。もう AUS8 あれば十分、そんな感じだと思います。刃持ちもそこそこあって研ぎやすい、そんな鋼材です。A8。ファクトリー H も全く問題ないです。よく切れる。さすがっていう感じ。セレーションを使ってみますと、で、クロスバーロックで、オープンクローズも、かなり楽。なかなか使えるナイフだと思います。で、他のクロスバーロックを紹介しますと、クロスバーではないんですが、こちらがスパイダルコのマニクス2のライトウェイト、ボールロックです。丸い鉄球が、はまってロックする仕組み。クロスバーに対してこちらはボールロック。大きいんですが、軽量ナイフ。の古いモデルです。トルクスネジではなくて、すべてカシメのネジ。なので分解できない、そんなナイフ。ボールロックモデル。ジャイアントマースが作るクロスバーロック式のナイフ。名前はナスカ。ワイヤー式のディープポケットクリップに、クロスバーロック。で、サムスタッドで。で、こちらはデザイナーはジャスパーボックスネス。上に向いたブレード形状です。動きもスムーズ。引っ張るとちょっと刃が出る。そんな感じ。で、最後にオーライトのルバト2。これも引くとちょっと刃が出る仕組み。オーライトのルバト2。リバース担当。本当に使いやすいナイフです。これと比べてみますと、ハンドルを揃えると若干長いのが今回紹介するナイフです。もうルバト2は雑用ナイフに比べて、この新しいのは普通にカットも切りやすいと思います。